桐生純平選手の登場です拍手お願いしますどうぞお座りください、うんえー、シリーズ3勝目となりましたおめでとうございました、はい、ありがとうございます、えー、今日ちょっとまた気候が変わってましたけども、まあ、あんまり大きいことはせず昨日の状態をちょっと叩いたぐらいですねちょっと、はい、若干の整備ですねレース振り返り返ます まあ、今回スタートに関しては結構安定してます。まあ、そうですね。うん、あのー、まあ、遅れることはないかなと思ってます。はい。今晩一二という。まあ、いいとこですかね。そうですね。はい。はい、まあ、覗いていってのまくり。あのー、昨日から来たというグリップ感、どうでした?。まあ、グリップはしてますね。はい。そこからの抜けとかが、もうちょっとかなと思いますけど。うん、ええー。まあ 今のままでも十分戦,います戦える足はあると全体的に徐々に,徐々にこう上積みはできているかなぐらいですかそうですねはい、うん、伸びとかに関してはもう上位とは差は感じますね、はい、うんそこはねただそれ以外の部分に関しては徐々に良くなってきているこれで後半1号艇ですので後半勝てば2通過になるようですとりあえず 逃げれるように頑張ります。そうですね。はい。純油高悪見えてきたというとことです、はいえー。最終レースに向けてもということはそんなにやらない。そうですね。はい、ね。うん、ということはもう、はい、節間としても微調整。 もうそう思います、はいうん、あとは、準優の人との足の差とか、ええ、そういうのを埋めていく感じですかね、ええ、そうですねはい、はいはい、分かりました、えー、これで3勝目ということになりました、最後後半に向けてもう一言お願いします、はいえー、逃げれるように頑張りますのでよ6レースを制した桐生純平選手でした、ありがとうございました。